けで今のは動画には一切関係ないです。はい。で、今日やるのはね、はい、続きでもないですけど、うん、ちょっと飲んでさ、うん、いろいろ語ったりとか、うん、面白いこととかして遊びたいと思ってます。はい。酒くれ酒。おしゃれな Vlog じゃないのこれ。最初はおしゃれだったじゃん。うん、今日は、その、はい、ちょこっとイケアに行ってきて、そうなんですよ。ちょっと美味しいものとかを、うん、ここでね、一緒に食べたいと思います。買ってきたもの、うん、こちら、ででんザリガニ。そう、ザリガニ1キロだぜ、これ。1キロ。でもなんかね、いろいろ漬け込んであんなって。はい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 、はい。いや、重かった。これめっちゃ重かったん、ね、翔太がずっと持ってくれてたもんね。そうそうそう。これいくらだったっけ？これね、3000円くらい。高くない？なんで買ってるのって思ってさ。聞いてなかったの。聞いてなくてさ、なんか レジでね、ちょっと俺出すよとか言って、1000円出したから、え、全然足りないけどって思って。1000円で足りるものを買ったつもりなんだけど、うん、え、高くないって思って。予想以上に高かったから。ザリガニが1キロで3000円ですよ。そう。まあ、100グラム300円。高いの。高い。わかんない。お店で食べた方が安くない？もしかしたら。だってザリガニないじゃん、お店に。まあそうだ。だって食べたかったんだもん。気になったんだもん。まあいいよ。終了。これね、これ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 、じゃん。ボトルが何の絵？犬だね。ベルギーのお酒、うん、グレープフルーツ果汁が入ってフルーツビールみたいな感じかな。こっちはね、 IPA ホップが効いてるのかな。あ、これで乾杯しようか。乾杯しよう。乾杯。いきまーす。うん、あー、美味しい。美味しい。うん、美味しい。ちょちょで、うん、ああ、苦いな。うーん。うん、美味しいね。うん。うん。柑橘系のすごい美味しい。うん。え、ザリガニ食べよう。ザリガニね、ちょっともう解凍できたから、ちょっと見てみようか。うん。じゃん。やばくない？すごいね。めっちゃ爪に詰められてるね。うん。どうなってんの？ザリガニ何匹入ってんのこれ。これどうやって食えばいいの？なんかね、もうそのまま味付けしてあるから、うん、解凍してそのまま食べれるらしい。あ、お皿に盛り付けてみる。そうだね。うん。生々しくね。うん、結構、すごい、と思う。みんなに見てほしい。じゃーん。すごいね。ちょっと食べていこう。うん。それで、どっちがエロく食べれるか。何やってんの？俺もちょっと。かっこよくやって。かっこ悪っ。はい。食べてみよう。うん、とりあえず。ひょにょ。どうやって食えばいいの？爪から食べてみる？ちょこっと出てきた。出た。見て見て。うんうんうん。あ、うん。美味しい。うんうんうん。ちょっと待って。違うんだよな。違うんだよ。やっぱさ。一旦よ、一旦。一旦。ちょっと待って、聞いて。分かってる、分かってる、分かってる。やっぱりさ、うん、無言になるよね。いや、分かってるよ。カニとかさ。そう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 。普通に食べてた。いいね、エビちゃんとそんな変わんない、ね。変わんない、変わんない。うん。いけた。お、すごい。いただきます。お、硬っ。おいしい。なんこれ。うまい。味噌おいしい。あ、ほんと？うん。俺も早く食べたい。あ、俺もいけたね。うん。おいしいよね。これはおいしい。うん。これ味噌の部分もすごいおいしいね、うん。うん。酒飲みにはたまりませんな。うん、うん、うん。おいしい。いや、たださ、僕らがさ、このザリガニ食ってね、美味しいって言ってるところでね。確かに確かに。いや、さっき言ったじゃん。どれだけエロく食えるか。あ、忘れてた。そうよ。そうだわ。その、ザリガニちゃんを、どれだけエロく食えるか。選手権やろう。そうだな。俺から行こうかな。うん。終了。はず。はず。大丈夫これ。大丈夫。ちゃんと入れといてね。ザリガニを食べてるだけです。そうだよね。ほんとに。じゃあ、翔ちゃんのターンだよ。うん。何？見んなよ。見んなよ。
何をされてらっしゃるんですか。本当だよね。大丈夫よ。うん、そうだよ。だって、ザリガニ。いろんな食べ方があるよね。ザリガニに食べてるだけだもん。美味しい。美味しいね。うん。意外だった。うん。うまい、うまい、うまい。おうおうおうおお。じゃーん。これも買ってきましたー。いいね。イケアのミートボール。うん。美味しそう。うん。イケアでも食べたんだけどね。うん。やっぱすんごい美味しくて。ハンバーグっぽいよね。ハンバーグっぽい。うん、めっちゃ美味しいの。食べよう。うん。はい。なくなった次なんか飲む？これでいいかな。とりあえず食べよう。うん。食べていい？うん、食べて食べて。いただきます。うん。うん。美味しい。うん、美味しいよ。うん。うん。うん。そんな。おいしい。終了。間違いない。おいしい。間違いない。はい。ほんと翔ちゃんと言うと楽しい。お腹サスサスしてるんだよ。わかってんだよ。かわいいな、お腹。うん。うん。あ、合う。合う。うん。じゃあ、うん、どうしようかな、何話そうかな。何話す？りょうの、うん、過去の、うん、恋愛について。聞きたい？聞きたい？知りたいかな？うん。知りたいですか？まあ、言うてね、まあ、今年38だからね。そりゃあ、まあ、いろいろ、恋愛はしてますよ。うん。うん。僕以外ね、僕以外で、うんうん、思い出があるお話など、聞かせていただけた。ああ、なんだろうなぁ。でも、まあ、翔太も知ってるけど、うん、翔太と付き合う前の彼氏はさ、うん、8年付き合ったのね。うんうんうん、っていう話もしたじゃん。うん、8年も付き合ってたらさ、うん、そりゃいろんなこともあるしさ、うん、うん。なんか、記憶にもやっぱ残ってる。じゃあ残ってるけど、うん、彼氏とさ、付き合ってる時も、まあ好きで付き合ってるから、まあ楽しい時もあったし、うんうん、まあいろいろまあ喧嘩もしてたし、うん、まあいろんな出来事があって、いろんなことあったから、まあ、付き合ってる時はまあ充実してて、うんうん、まあ良かったなとは思うね。うんうんうん、まあでもさ、うん、別れたっていうことはさ、はいはいはい、まあそれなりのことがあって別れたんだけどさ、うんうんうん、だからもう今は全然。なんもない？うん、なんも、なんもないっつうか別に、もう過去は過去みたいな感じ。うんうん、でもいい思い出って感じ。うんうんで、その後にさ、翔太と出会ってさ、うんうんうん、付き合うことになってさ、うん、で、今めちゃくちゃ毎日が充実してて楽しいから、うん、もうそれでもう今満足してる。そっか。うん。じゃあチューするか。今は翔ちゃん泣け。あお。美味しいなぁ。いや、美味しいよね。うん。翔ちゃんは逆にどうなの？ん？翔ちゃんは、まあ、今25でしょ？うん。俺、そんな、ない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 。あれ？ほとんど。なんていうの？うん、経験？うん。ほとんどない。付き合った経験がってこと？うん。なくはないよ。ないことはない。うん、それはそうだよね。ないことはないけども。うん。まあでも、僕と付き合ってきた方たちは、結構みんないい人たちだったかな。うん。うん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 そうだね、うん。うん。支えてもらった部分とかもいっぱいあると思うし、うん。うん、全員素敵だった。うん。うん。でもその中でも一番りょうが一番素敵なのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。俺はな、もう何回もいろんな人と付き合って、別れて、押してからの、翔太とバシって来たと思ってるから、うん、でもなんかもうそのバシが生きてるうちにできたからよかったなって思ってる。うん、本当よ？うん。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 だからまあ翔ちゃんとね、ん？今、生活してるのすごく楽しい。嬉しいなぁ。すごく楽しい。俺もちょっと飲みたい。嫌だ。うわ、うんだよ。おぉ。はい、どうぞ。うん。うん。いや、嬉しいね。うん。いや、俺が熊本だって知ってくれてるから送ってくれたんだろうな。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。
なんかまた酔っ払ったの？嘘つけよ。はぁ？はぁじゃないよ。ちょっと。だっていつもさ、50度のテキーラとか飲んでんの？いやいやいや、それはないよ。そんな、そんなことないでしょ。こんなんで酔っ払わる、あれじゃないじゃん。うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もお願いします。ではまた。喋れなかった。